私を怒らせると絶対メイクみたいに近づけさせないんだから。ブローニャちゃんに誕生日教えてあげて。え、いやよ、あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。もう今日は一体どうなってるの。セーフレイヤ学園に戻って戦艦を解析すれば全てが明らかになりそうね。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。その戦艦お前たちに渡すわけにはいきません。ブローニャ、戦艦を取り戻しなさい。バルキリーシステム強制コントロールシステム再起動。最高権限指令入力確認。周囲の敵を排除します。
くらよ。死ぬ。この程度の敵、心配には及ばぬ。ブローニャちゃん、しっかりして。メイ姉様、どうかしましたか？よかった、正気を取り戻したのね。まさか、ブローニャちゃんがまた操られてたの？やっと通信が回復したわ。キアナ、何があった？操られてたとはどういうこと？ううん、そんなこと全然言ってないわよ。うん、怪しいわね。まあいいわ、セーフレイヤ学園に戻った後、直ちにニュージーランドへ向かい、デザイアジェムを奪還せよ。了解。